放送席、放送席、そして大勢のホークスファンの皆さん、優勝監督インタビューです。クライマックスシリーズファイナルステージ3年ぶりの突破、福岡ソフトバンクホークス秋山浩二監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。今日は涙はありませんでしたが、今の率直なお気持ちはいかがですか？いや、レギュラーシーズンですね、144試合目最後で、決まりましたし、CS もファイナルもですね、6試合目で決まったということで、本当にきつい、シーズンだなと思います。今年2度目の胴上げ、8度宙に舞いました。どんなご気分でした？いや、何が何だか分かんないですけどもね、内川がね、8回上げようって言ってましたんで、ね、本当にありがとうございます。監督ご自身からも今話がありました、レギュラーシーズン中も非常に苦しみました、このファイナルステージも全てのゲームを使って勝ち抜いたという、本当に苦労しながら勝ち抜いたシリーズになりましたね。そうですね、本当に、レギュラーシーズンもですね、本当にこう6球団本当に力の差がない中でやってましたし、この CS ファイナルもですね、日本ハムがですね、やはり力っていうのがね、本当にこう強いということをね、感じながらやってました。まあその中ですね、本当こう選手のみんながですね、日本一を目指そうという強い気持ちでね、チーム一丸となってね、全員の気持ちがこの6試合にね、入ってきたと思います。そんな中で今日のこの第6戦、なんと中4日、大隣投手、胸を打たれる見事な投球でした。はい、呼びましょうか、大隣を。いや、僕よりですね、本当に大隣がですね、今日中4日、今シーズン初めてですね、行ってくれるということですね、まあ行けるところまでと言って、やりました、送り出してましたけど、まだ投げます、まだ投げますということで、7回までね、きっちり投げてくれて、また結果をね、残してくれましたんで、本当に頭が下がります。読みましょうか。ね。ぜひ、大谷投手いらっしゃいました。秋山監督からのご指名です。さあどうぞ。大隣健二投手、中4日、見事なピッチングでした。ありがとうございます。この大一番、いやー、どんな思いで監督から背中を押されたんでしょう？いや、もうなんていうんですかね、僕自身も本当に監督の日本一にしたい、僕自身もなりたいですけど、その気持ちで本当に一生懸命、投げたんで、良、はい、かったです、はい、大変な病からの復活になりました今シーズンです。いろいろな人からの支えなどもあったかと思いますけれども、改めて振り返って今日のマウンドも含めてどうでした？本当に、ね、皆さんに支えられて、ここまで戻ってこれましたし、本当に球団の関係者の皆さんはじめ、本当にチームにも迷惑かけましたし、その分、この7月末から、1試合1試合自分の中で精一杯投げようという気持ちで、はい、投げました。秋山監督、大隣投手が今日7回無失点、投げ終えた後はベンチの中で監督自ら出向いて、そのローを肩を叩いてねぎらってましたね。いやですね、本当に中4日でね、初めて行ったんで、最初当初はですね、本当に行けるまでというところで、球数を見ながらですね、本人の調子をね、聞きながら行ったんですけど、まだ投げます、まだ投げますって言ってね、本当に7回まで目いっぱい行ってくれましたんでね、本当に助かりました。見事な CS 突破になりましたが、改めまして時計の針を10月の14日に一度戻してみたいと思います。このファイナルステージの開幕前日というところだったんですが、監督からも大変な発表がありました。選手ももちろん我々ファンも本当にびっくりしたんですけれども、監督ご自身、これまでとはまた全然違う
思いを胸に秘めてのこのファイナルステージ6試合だったかと思います。その辺についてはいかがですか。なんともそうですね、本当に、CS 前にですね、本当にフォインにそういうところをですね、辞任を発表するということはね、本当に僕もですね、チームにとって本当にいいものかと思いながら考え抜きましたけども、やはりそういう新聞報道とかで、皆さんがね、本当こう浮き足立って、またチームがね、浮き足立っていくことは、僕にとってもね、やっぱりチームにとっても本当に良くないということでですね、先に発表することになりましたけども、いや気持ちはですね、日本一今年、キャンプからシーズン通して、みんなで目指そうということでここまでやってきました。これからまだもう一山ありますんで、目いっぱいみんなの力で日本一を取りに行きたいと思います。よろしくお願いします。その日本シリーズ今週末から始まります。相手は阪神タイガースです。改めまして3年ぶりの日本一に向けまして、福岡ソフトバンクホークス全国のファンに向けてメッセージをお願いします。本当にですね、この CS もシーズンも含めてこの CS もですね、また本当にファンの皆様のね、熱い拍手っていうのがですね、我々にとっては本当に大きな力になりました。これからですね、打倒阪神でですね、日本一を目指して頑張っていきたいと思います。日本シリーズもですね、福岡のまたソフトバンクのですね、ファンの皆様の、ね、熱い力でですね、我々をね、日本一に導いていただきたいと思います。これからもよろしくお願いします。見事3年ぶりのクライマックス制覇、日本シリーズ進出を決めました福岡ソフトバンクホークス秋山浩二監督、そして今日ナイスピッチング大隣健二投手でした。ありがとうございました。クライマックスシリーズを制覇いたしましたソフトバンクホークスの秋山監督、そしてその秋山監督から呼びましょうかと言われて、急遽立ち台に上がりました。今日先発中4日で7回無失点、素晴らしいピッチングを見せてくれました大隣投手、2人のインタビューでした。